エマナム18号です。はい、今日も、京セラドーム来ております。今日はね、すごい雨なんでね、ちょっと屋根のあるとこいますけども、今日の先発ピッチャーはガンケル投手。前回ね、ヤクルト戦で、6回3安打無失点のナイスピッチングしてくれましたんで、今日も頼ますよ。そして佐藤輝明選手、今日ホームラン打ってください。今日打てばね、新人開幕3カード連続ホームランなんで、記録なんでね、お願いします。それでは、京セラドーム、行ってきます。ライト、ヨーカワ選手でした。佐藤選手ではなかった、ヨーカワ選手。ヨーカワ選手でした。ピッチャーはジョーン・グーグー。今日の球場飯はじゃん、イテマイドッグの白身フライでございます。ほんまに長いんで、こんなにありますよ。めっちゃ口だけには食べられん。これだけでお腹いっぱいになりますから。今日はファンクラブ応援デーということでもらってきました。ピンバッジ。お、近本選手絶対ホームラン打ちますわ。やりました、いきなり近本選手ホームラン、先頭打者ホームラン。盛り上がっております。カメラ間に合わんかった。リクエスト？いや、セーフでしょ。おー、シャセーフ。はい、勝ち越しました。2対1、ヨーカワさん。行ったやろ。あ、え、取られた。見えへんねん、こっから見えへんねん、吉田が。いい当たりやってんけど。勝つで、今日勝ちやっせー。はい、阪神タイガース勝ちました。イエーイ、やりました。はい、ちょっと雨が降ってるんで、ちょっと屋根のあるとこ行きますけども。あ、いや、いっぱい来たよ、阪神ファンの方が。イエーイ、勝ちましたよ。勝ちましたね。静かに。また今年もよろしくです。よろしくです。甲子園で会いましょう。いっぱい阪神ファンの方来ましたけども、勝ちました。近本選手先頭打者ホームラン、これ当てて近本選手ホームラン。ヨーカー選手もね、見てください、これね、ユニフォーム着てきたら、タイムリーヒットでございます。まあ、その後糸原選手のタイムリーヒットで追加点を挙げまして勝利しました。今日は何と言いましてもガンケル投手、今日も良かった。7回途中まで3安打1失点、まあ、その1失点もね、エラー絡みなんでね、もうほんま完璧なピッチングでした。それと中野選手、ほんまにね、守備がいい、バッティングもね、今日ヒット打ちましたし、バッティングもいいし、
スタメンで見たい気がします。ということでちょっとね、雨降ってるんで帰りますわね。火曜日から甲子園で巨人戦でございます。はい、絶対勝ちましょう。それでは、今日のとこは以上でございます。はい、ありがとうございます。はい、やったー、勝ったなー。